2年生蜂のとこ来るの初めて、うん、来たことない、うん、蜂ってどんな虫か分かる、蜂といえば巣を作って巣の中に蜜が入っている、うん、あと刺激したら、うん、蜂が刺してくる。そうやね。どう 刺されてみる結構痛いぞ。やめとく。じゃあ今お兄ちゃん言ってくれたよ。この木の枠でできてるのはこれは餌の箱なんだけど、今は餌をやらなくても外から蜜が入ってくるから。よく知ってるね、2年生なの。これがみんなのお母さん。これね。でこれはまだ女王蜂になったばっかりで、まだそんなに産卵をたくさんしてない。みたいに巣を振り出して、ぐるぐる回る遠心分離機という機械で取るんだけど、今日はそれを 今の作業を500枚ぐらいしてた。こうやって作るって巣を取り出す。お兄ちゃんも持ってみて。持てる。持てるいいよ。持てる重いやつだよ。おお、結構重いね。結構重いでしょ。さっきと同じぐらい。重い。あ、持ってる。お嬢さん軽いの持ってる。これだけ重さ変わるんだよね。だけどあんな風に溜まってくると、うん、僕たちは盛り上がるよね。溜まってるぜって思うんだけど、なかなか溜まってくれないっていう。どのくらい期間かかるの？いや、ケースが。マンゴー、それからメロン、スイカ、カボチャ、ズッキーニ、あと何があったかな、ブルーベリー、それから何っていうと、いろいろ7品目も8品目も僕だけでですからね。で他に柿とかね、さくらんぼとかね、僕がお付き合いしないけど他の蜂屋さんが携わってるって作物もあるから結構な量。